キングプリンス5人最後の日に平野仕様、ジャニーさんごめんね。高橋山笑顔で送り出せそうで。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野仕様、神宮寺ゆ太た、騎士ゆうがグループ脱退、平野神宮寺は事務所退場、騎士も今週に退場。 キングプリンスへの平野市要26、神宮寺裕太25、岸裕太27が本日22日限りでグループを脱退する。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所を退所し、岸は今週に退所。グループは長瀬連24と高橋海斗24の二人になる。 5人体制最終日のこの日、メンバーのテレビ出演はないが、午後10時50分、会員制裁とジャニーズ Web ブのブログを更新し、平野と高橋が思いを綴った。平野は、明日からキングプリンスじゃなくなると思うと、めちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんが、デビューさせてくれた最後のグループだしね、ジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。 ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、しょうなどと記るし、ファンに向けては、悲しい思いをさせてると思います。ごめんね、とメッセージ。最後は、じゃあそろそろキングプリンスともお別れかな。キングプリンス、バイバイ。またどこかで会えたらいいね、またね。ティアラ。と呼びかけた。 グループに残る高橋はファンに対し、この数ヶ月間きっと、たくさんの思いを抱えて過ごさせちゃったよね。ごめんね、と気遣い、さらにメンバーに対しては、本当の兄たちのように楽しませてくれてありがとう。と、感謝そして最後に笑顔で送り出せそうでよかった。小騎士くん人弁元気くんキングプリンス愛しているよう。と綴っていた。 キングプリンス派2015年6月、ジャニーズ JR の平野、長瀬角、高橋からなる、ミスター・キング、と、騎士、神宮寺、岩橋玄樹、26、からなる、ミスター・プリンス、による期間限定ユニット、ミスター・キング VS ・ミスター・プリンス、として結成された。そして、約3年を経て、18年5月23日、 キングプリンスをとしてシングル、シンデレラガールで CD デビュー。翌19年7月9日に亡くなったジャニーズ事務所ジャニー北川前社長、去年87が最後にデビューさせたグループになった。だが、同年10月に岩橋が病気療養で休養。 他の5人は岩橋の復帰を待ちながら、同12月に東京帝国劇場での主演舞台、ジャニーズ・キング・プリンス・アイランドを成功させ、NHK 紅白歌合戦の初出場を果たした。その後も人気を高め、各自が映画、ドラマ、バラエティ番組で活躍の場を広げる中、21年3月に岩橋がグループを脱退し、事務所を退場。 わずらってきたパニック障害が感じしておらず、この先もこれ以上待たせてしまうことが本当に辛く感じてしまいました、と説明した。以降は5人グループとして順調に歩んでいるように見えたが、昨年11月4日、公式サイトで2023年5月22日限りで3人が脱退することなどが発表された。 そして、グループは今月20日、NHK 音楽番組、メニュー101に生出演し、5人でのラストパフォーマンスを披露した。最後に歌唱した、ビューティフルフラワーでは、平野と高橋が大粒の涙を流し、ネット上では、何でやめちゃうの、悲しい、もらい泣きした、の声が相次いだ。 脱退と同時に事務所を退場する二人、主演映画 G メンの公開を8月に控えて秋に退場の騎士も芸能活動を継続するものとみられる。平野は大敵た目標、海外進出に向けて歩むという情報もある。金プリのファン、ティアラは5人体制の終焉を惜しみつつ、それぞれの歩みを気にかけ応援していくことになりそうだ。エンキャント編集部。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。